皆さんこんにちは。今年11月28日に8回目の命日を迎えた俳優菅原文太さん。東映のヤクザ系で国民的スターとなった菅原文太さんは、同じく任侠やヤクザ映画ブームの立役者であった国民的スター高倉健さんとよく比較されていました。そこで今回は、様々な面で対照的だったお二人の関係について、元付き人であった宇梶さんやトラック野郎シリーズの共演者である相川欽也さんとの関係などについても、菅原さんの生い立ちなどを交えながら振り返ってみたいと思います。1933年8月16日、宮城県仙台市の河北新報社で記者をしていた父菅原義介のもとに生まれた菅原文太さん。早稲田大学第二法学部法学科に進学した菅原さんは、在学中にその長身を生かして中原淳一さんのモデルとなり、1954年旗揚げしたばかりの劇団四季の一期生として入団し、初期の作品には端役として多数出演しました。1955年には早稲田大学を中退し、1956年に東宝の映画哀愁の街に霧が降るでデビュー。翌1957年に岡田真澄さん、畑正治さん、池田二郎さんら総勢8名で日本初の男性専門モデルクラブ SOS モデルエージェンシーソサイティオブスタイルを設立し、雑誌やショーのファッションモデルをしながら、1958年に喫茶店で新東宝の宣伝部員にスカウトされ、映画俳優になる決心をした菅原さんは新東宝に入社。同年、白線秘密地帯で本格的に映画に出演することとなるのです。1996年には当時菅原さんのマネージャーをされていた文子さんと結婚。その後、菅原さんは息子さんを一人、娘さんを二人に恵まれ、順風満帆な生活をされていたのですが、ある事故により最愛の愛息子を失うこととなるのです。ではここで息子さんの生い立ちから事故の詳細を見ていきましょう。1970年2月25日、菅原文太さんと妻の文子さんとの間に生まれた菅原薫さん。ミュージシャンを目指していたようですが、父である菅原さんのバックアップのもと、カナダでの留学を経て俳優の道を志し、自由の森学園高校在学中には映画「恋する女たち」でデビューを果たしました。その後はテレビドラマ「俺たちルーキーコップ」「徳川慶喜」「元禄繚乱」の他、映画や舞台でも活躍していたといいます。後のインタビューで薫さんは、俳優業の厳しさや父親のプロフェッショナルな部分を改めて感じたと語っていたそうな。そんな矢先、2001年10月23日、世田谷区北沢の小田急線の踏切内で電車にはねられた薫さんは病院に搬送されましたが、翌日の24日には死亡が確認されました。事故のあった日は携帯で電話をしていたことが判明しており、飲酒していたとの証言もあったそうで、どうやら薫さんは降りてきた遮断機をまたいで踏切内に侵入したと考えられています。翌年の2002年には、利家と松、加賀百万石物語、親子共演が決まっており、役者としての人生がこれから大きく動き出すというタイミングでの痛ましい事故でした。息子の死が告げられた際、菅原さんは人目もはばかることなく大号泣したといいます。葬儀では、まだ小さい孫娘に父の死を悟られてはならないという思いから、菅原さんはずっとあやし続けていたようです。先ほども紹介した通り、薫さんの他にも菅原さんには娘さんが2人いるのですが、昭和の父親らしく子育てには厳しかったようで、それは娘さんが家出をするほどだったんだとか。また、プライバシーをめぐって週刊誌の取材にも激怒したことまであったそうで、家族とのプライベート写真を撮られた際には、ペンの暴力で来るならこっちは本物の暴力で行くと、大切な家族を守りたいという思いからこうしたコメントを残したのでした。さて、2人の娘さんに関しての情報は表立って出ていないため、結婚やお子さんの有無については分かっていません。
ただカオルさんには2人の娘さんがいたそうですから、菅原さんには少なくとも2人の孫娘がいることは間違いないでしょう。プライベートでも父親として家族をしっかりと守りつつ、息子の事故など様々な困難を乗り越えてきた菅原さん。そんな菅原さんは俳優の高倉健さんと不思議な縁があるとされているのです。菅原さんより2歳年上で常に第一線で活躍する大先輩だったという高倉健さん。2014年に当時入院中だった菅原さんは高倉健さんの訃報を受けます。健さん、東映映画のことは時間を置いて自分で書きますとコメントしていたのですが、高倉健さんがこの世を去ってわずか18日後の11月28日に、まるで先輩の後を追うかのように菅原さんもあの世へと旅立たれたのでした。下積み時代が長かった菅原さんは映画会社を転々とし、東映に移籍後は36歳で初主演を務めているわけですから、20代の頃から東映ニューフェイスとして活躍していた高倉健さんとは対照的とも言えるでしょう。39歳の時には仁義なき戦いが公開。深作欣二監督の手がけたこの作品は、戦後の広島で起きた暴力団抗争を綴った元組長による手記をモデルにした映画です。簡単に言えばエネルギーに満ち溢れたアウトローたちの群像劇なのです。これまで東映は鶴田浩二さんや高倉健さんなどによる気流しスタイルの任侠映画が主流だったのですが、仁義なき戦い以降はドキュメントタッチによる実録路線の極道映画に路線変更しています。ピークが過ぎてからの2人は別々の道を歩み始めます。硬派で人間味のあるキャラクターが持ち味の高倉健さんは幸福の黄色いハンカチなどに出たのに対し、菅原さんはトラック野郎シリーズなどのコミカル路線に出演。このトラック野郎は大ヒットによりデコトラが流行したため、警察が取り締まりまで行ったといういわくつきの作品なのですが、シリーズ10作品で菅原さんの相棒役のヤモメのジョナサンを演じたのが相川欽也さんです。自身の番組に菅原さんが出演し意気投合したことで制作が進んだようですよ。菅原さんはこの企画に大賛成をしたらしく、その後相川さんは最終作も打診していたようですが、もういいんじゃないかとのことで話は止まってしまった模様。そんな相川さんも菅原さんの後を追うように2015年4月15日に80歳でこの世を去りました。また高倉健さんが生涯映画俳優を貫いたのに対し、菅原さんは有機農業にも取り組んだた。震災復興や反原発運動など社会的発言もするようになります。余談ですが、高倉健さんの代表作でもあるこの幸福の黄色いハンカチのドラマバージョンでは菅原さんが主役を務めています。この件に関して映画版で助監督、ドラマバージョンでは監督を務めた栗山富雄さんは、2人は明確にライバルでしょうね。文太さんは何も俺は負けてねえと死ぬまで思っていたのではないでしょうか。健さんが文太さんを意識していたかは分かりません。幸福の黄色いハンカチをリメイクするというアホな作業ですから、文太さんは当然あの役がはらむ矛盾に気づいたと思います。それを軽々しくかわしながら果たした。どこかで文太さんは自分にはこうしかできないと自負はあったと思うんです。健さんに対する意識は相当なものだったと思いますと語っていました。東映でトップを走り、2人は日本映画を引っ張ってきたわけですが、2人の生き方も含め高倉健さんを正だとするのなら、菅原さんは同だったと言えるでしょう。菅原さんが亡くなったことについてしばらくは伏せられていたという、かつては菅原さんの付き人だった宇梶隆さん。その理由は2日後に千秋楽を控えていたからなんだそうです。ですから彼の訃報を耳にした際には非常にうろたえたようです。芸能界の父親でもあった菅原さんは常に弱き者の味方で、俳優の在り方なども学ぶことが多かったそうで、親父に背かぬように生きていきますと師匠を見送ったのでした。さて、
菅原さんには男らしいかっこいいエピソードがあるそうで、ドラマ初主演となった大河ドラマ獅子の時代において菅原さんは出演者の待遇の改善を制作側へ要求し、 NHK を震撼させたようです。その要求というのは、エキストラにも休憩場所を設けるようにという内容だったとされています。役者は肉体労働、休む場所やスペースは全員に与えられるべきだと食ってかかったそうな。下積み時代が長かった菅原さんだからこそ役者の大変さがわかるのでしょうね。2007年に膀胱がんが判明した際には担当医に膀胱全摘出を勧められたそうですが、完全拒否した菅原さんはおしっこ袋をぶら下げて生き延びてもそれは菅原文太じゃないと発言するなど、まさに男らしさを貫いて生きてきたという様が伝わってきますよね。現在の男性たちが忘れかけている心意気や誇りというものを菅原さんは体を張って見せてくれたのでしょう。病を隠してこの世を去った高倉健さんと静かに息を引き取った菅原文太さん、未だに寂しさを捨てきれない人は多いはずですが、彼らの残した偉大な功績に敬意を払いつつご冥福をお祈りしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。